頂上、ついに全州を主張できるのであるな。他ぞ先に借りてしまうかと気が気ではなかったゆえ、仕事が終わり次第早急に駆けつけたのだ。チンイーのためにちゃんと取っておくって言ったでしょ。約束は守るよ。ちょっとは信頼してほしいな。なんと、これほどに類いまれなるビデオを何人も取り合わぬというのか。グルメなお店とか娯楽スポットを紹介するだけの番組だよ。チンイーみたいに全集見たいって思うのはちょっと変わってると思うな。ほう、それほどに面用であるか。我はただ叶う限り多くの資料を収集したいというだけなのであるが、まあよい。店長殿が関心を持たずとも我一人で主張すればよいだけのこと。わざわざ付き合わずともよいぞ。もう全然興味ゼロってわけでもないけどね。どうせ暇だし一緒に見よっか。うむ、甚だ見事なり。気がつけばもう良い刻限ではないか。邪魔したな店長殿。はて、店長殿。寝てないよ。なんと、もはや夢路をたどっておったとはな。主の店に関してまこと鋭い批評を目にしたのであるが、いい評価、悪い評価、きっといい評価だよね。好評であったか悪評であったか、我の言語モジュールではかように繊細なニュアンスを見極めるに至らなかったようであるな。お願いチンイー、じらさないで早く教えてってば。知りたければ今一度己自身で見てみるがよかろう。はって、第49回であったか。ああ待たれよ、第2308回である可能性も否定できぬな。まこと記憶がおぼつかぬ。年々再々花あい見たり、つい先ほど見たことさえ忘れてしまうとは、やれやれであるな。
座ることにより充電の消費を約3秒ばかり節約できるゆえ。おや、椅子は空いていないか。再び立ち上がれば充電を8秒ばかり損じるゆえ、ここはいかにすべきか。ねえ、あのおじいさんが見えないの？お年寄りには席を譲るべきでしょ。そう、あなたのことよ、緑のツインテールさん。見た目からは分かんないかもしれないけど、この子もう限界なの。ちょっと、いくら席を譲りたくないからって嘘までつくのね。そんなことして楽しいかしら。お友達のツインテールさん、見るからに元気そうじゃない。そんなんじゃないってば。お願い、ちゃんと説明させて。言うまでもなく我は席を譲るべきであろう。さ、チンイ！うわあ！これってどうなっちゃったの？大変！この人息してないみたい。私もしかして取り返しのつかないこと。いやー、大丈夫だから落ち着いて。きっとただの故障だから。落ち着いてなんて言われても。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。どうしたらいいの。先輩、ようやく戻られたんですね。って、あれ、店長さん、その手は。すみません、まさかお二人がそういうご関係だったとは。誤解しないで。チーンの充電が急に切れちゃって頑張って連れて帰ってきたの。なるほど、道理で先輩と連絡が取れなかったわけです。通信モジュールも切断されているようでしたし。ついてきてください。先輩の充電スタンドが私たちのオフィスにありますから。全然反応してくんないや。どこか壊れちゃったのかな。結構慎重に運んできたつもりなんだけど。実は先輩の充電が完全になくなるのはこれが初めてなんですよね。どのくらいで再起動できるのか私にもはっきりとは。店長さん、先輩と何をしていたか聞いても。一体全体どうしたらこんな風になってしまうんです。ちょっと変な言い方しないでよ。チーンを街で見つけた時にはもう充電がなくなりかけてたの。そうですか。先輩の操作マニュアルには全て目を通しましたが、充電が切れた後正常に起動しないなんてトラブルシューティングにはなかった気がするんですよね。どっかボタンとか押さなきゃダメなのかな。パソコンが動かなくなっちゃったら普通は電源ボタンを長押しするよね。やってみる？先輩を長押しする？はあ、私たらなんでちょっと真面目に検討してるんでしょう。先輩はテレビやボンプに比べたらずっと精密なんですよ。店長さん、修理の経験は豊富なようですが、ダメなものはダメです。
万が一先輩が壊れてしまったらどうするんですか。やめてよ、なんか話がだんだん、もうその辺にして。今なんかジンイ起きたの。聞こえましたよ、ジンイ先輩。タヌキ寝入りなんてやめてください。体は大丈夫なんですか。これ以上は引っ込みがつかなくなりそうであるな。安心せい、我は何事もない。店長殿に班長殿も感謝するぞ。ああ、からかってたの？ほんだ、心配して損した。一時の戯れに過ぎぬ。病を装い、いかに他者が気にかけてくれるかと試す。そんな楽しみに興じるのもたまには良いであろう。主らの気を悪くしたのであれば、何とぞ多めに見てもらいたい。まったく、先輩ほどの年にもなって。
禁断症状か。ふむ、これほどまでに苦しめられようとは。人の子はまこと気丈であるな。決して容易な戦いではないぞ。真意、聞いてもいい？一体何を我慢してるの？うむ、丸一日ネットワークとの接続を断とうとしておるのだ。それゆえ今の我はリアルタイムでのデータ取得もままならぬ身。一人街をさまよううちにオフラインで参照できる地図すら保存しておらなんだと気づいてな。フォローの中よりも難儀する羽目になり、かろうじて体が覚えていたのは治安局とこの場所だけであった。治安局ほど役に立つ設備が揃ってるわけじゃないけど、いつでも遠慮なく来てくれていいからね。このような時、何やら無性に静かで薄暗い場所に閉じこもりたい衝動に駆られるのだ。ひとたび治安局へ戻れば、我を先輩と仰ぐ者たちのためにも無様を晒すわけにはいかないのであるからな。ネットが欲しくてたまらぬ。いや、もうしばらくは辛抱せねば。そのネット立ち、あとどれぐらい頑張らなきゃいけないの？4時間32分と6秒。あ、じゃあ一緒に映画を見ようよ。なんたってこの店にある映画は全部オフラインで楽しめちゃうんだから。うむ、ただただ無心に楽しめるものを拝見したい。頼んだぞ店長殿。天地の霊気と日月の成果を得る。まるで生き返ったような心地であるぞ。真意、顔色がすぐ良くなったね。ネットにつながるってすごいんだね。初めてこの目でちゃんと見たよ。うむ、きっかり24時間1秒たりとも繰り上げずに持ちこたえたぞ。元は真実か挑戦かとやらに端を発する単なる戯れであったが、どうしてなかなか刺激的であった。え、真実か挑戦か。自分をあんなに追い込んでたのは単なる罰ゲームだったの？しかり、同僚とこれに興していた折、我は挑戦を選んでしまったがゆえにネットとの接続を断たざるを得なかったのだ。是非もないであろう。まさか真実を選ぶわけにもいくまい。Thank you.